1時間以上寝てる。昨日飲みすぎたっす。やばい、朝まで。何のためにみんなが。はい、今日はちょっと2月の18日にブレイキングダウン11の、喧嘩島の最終決戦ですねがあるということで、チーム大宮のみんなを呼び出したんですけど、がっつり遅刻してくださいすごいね。いや、舐めてみる。なんかこれ LINE のやり取り見ました？山さん。あ、見た、はい、まず1人目が、集合時間の、はい、どれだ、集合時間の7分前に、あ、5分前か、集合時間の5分前に30分遅れますって言ってしかもみんな誰も来てない。昔の暴走族とかだったら多分焼き入られてるよね俺がスパーリングやった方がいいね。いやいや、ダメ、大丈夫ですかあれ、大晦日の、はい、やばいよ。そうですね、まだ頭痛いし。じゃあみんな揃ったら、うん、やってきますか。まあ、いつ揃うのこれ。わかんないだいぶ遅いっすね。ちょっと遅すぎだね。11時集合で今12時半。北斗山さんは、まあ、時間前に来てるんで実質2時間近く待ってますから。そうだね、マジでさすがに舐めてる。ちょっと遅いっすね。ほんと勝つ気あんのかよって感じ、うん、まあ、そこだよね。そうですね。それなんか大宮の今脆さがすごい出てるなっていう部分がありますね。やっぱ試合の最後に出るとこって気持ちだから、はい、このままじゃ多分勝てないよね、うん、そうですね。この後俺予定があって、1時半ぐらいには、まあ、ジム出なくちゃいけなくて、本当は2時間半ぐらい練習する時間あったんだけど、もう1時間もないか、今12時半だから1時間ないぐらいの練習になっちゃうんだけど、もったいないですよね、うん、ヤーマンさんに教えてもらえる時間なんてめちゃくちゃ貴重じゃないですか。多分、普通の人は教えてもらえないんで、それをもうなんかミスミスドブに捨てちゃうというか、僕だってヤーマンさんにパーソナル受けてもらえるんだったらめちゃめちゃやりたいですからね。そのチャンスを本当に貴重じゃないですか。しかも言ったら格闘技もやったことない不良の人たちがこういうチャンスを捨てちゃうわけだから、それじゃダメなんだよっていうことですよね。チャンスってそうやって逃げていくんだよ。まあでも1時間ないけど、まあ教えることはまあその1時間できっちり教えていくから、まあ少しでもね、まあ勝ちに近づいてもらえば嬉しいから教えるけど。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もお願いしますラス上げてるよね詳しいみたいになってる。あ、今ちょうどメカさん来たみたいです。今来た、はい、1時間半遅れで行きます。さあ、下げてるのマジ。あと1時間もないっすね。だから本当できることをやるしかない、うん、よし。あ、それでも1時間以上寝てるでしょ。なんでこれ、そのままちょっと営業してて、今日朝の土曜日だから、うん、でそのまま来て仕事終わってちょっと片付けもあって、でそのまま来て、まあ、はい、10時間まで営業して、そう土曜日で、まあ、できていけない。
まあ、それでみんな待ってるし。え、寝てたんじゃない？寝てない。そしたらこっちもこっちでさ、違う段取りができたんだし、もうみんなも待たせてるわけじゃん。で、今だってもう12時40分、11時15分。で、その間練習できたんじゃん。それはしょうがないよ、その仕事ではしょうがないけどさ、でもだからってみんなに迷惑をかけてよくないじゃん、自己中じゃん。だったら今日遅れるから先に始めてくださいとかさ言えばいいじゃん。当たり前だし。あの、メガさんだけじゃないっすよ、正直言ったら。多分今日あの遅刻してないのは僕と山さんだけなんで。ただタイガさんも電車で来てるわけじゃないですか。僕も電車で来て30分前にちゃんと行き着いて、ここにはもう20分前に来てるんで、なんか当たり前じゃないですか、遅刻しないのは。遅刻しないのは当たり前で、僕もヤンマンさんもやっぱり大阪勝たせたいから今日来てるのに、これだけやっぱ待たされて何をしてるのって。オーディションに選んで何か変わったんだろうなっていう。すみませんでした。すいません。勝ちたい。勝ちたい。こういうところからね。もう練習して気合入れ直すしかないから。じゃあ練習しよう。はい、お願いします。お願いします。じゃあグローブつけないで対面シャドウ。じゃあ、 当てない感じで、ただスピードだけ1分でやるから、もうブレーキングダウンみたいな感じで、もうガーって足使って攻め込む感じ。当ててみる。一番意識してもらいたいのが距離感。その当てるか当たんないかの距離感でずっとやりやる。近めで。いや、だから近めで。あと当てるか当てないかの距離感。この距離感っていうのが関係。この距離感できると、本番の時に一歩入ったら当たるっていう。で構えて、で当てようとして、で一歩出たら当たんない距離。じゃあいきます。よーい、スタート。そう、当たるか当たんないかの距離。そう、見えない。そうそうそう、見えない。そう、それ足使う練習、足使う。そうそうそう、打ったら動く、打ったら動く。そう、ぬるいから。やっぱ京介は、はい、打ってる時に気抜きすぎちゃうから、こう、なんだろう、ガード、打ってない方のガード下がってるし、はい、打った後その場にいちゃうから、打ったら絶対動く、はい、打ったらその場にいないっていうのをやったら絶対勝てるから、打っちゃいたいと負けないから、はい、そう、打ってその場にいないことを、はい、ちょっと今日、充電的にやってほしい。はい、まあ、今日はでも気合い入れた練習をやっていきたいから、俺がミット持って衝撃大丈夫。あ、全然大丈夫。グルミット持って伊沢くんが何かアドバイス。はい、タイガさんは今回のアイテムはすごい。ヤマさん、あれ結構体の方まだダメージあると思うんですけど、はい、ミット受けて大丈夫ですか？まあでもやっぱこれで勝ちの確率が上がるならやっぱやりますよ。あのミドルは全然いい。やっぱ自分が責任持って勝たないといけないんで。やっぱそんなこと言ってられる場合じゃないですよ。じゃあ、OK、セーブ。ワンツー避けてセーブ。はい。
ディフェンスって経験値なんですよ。もらってないからディフェンスを覚えられないっていう。攻撃は見てとかで覚えられるけど、ディフェンスってもらわないと覚えられないから。今は雄大さんの戦い方にうまくはまって相手が倒れてくれるじゃないですか。データが揃ってくると対策を立てれるんで、だから対策にないかもしれない。お疲れです。お疲れです。今日は集まり、こうチョークとかって、なんだろう、本当にこうやる気あんのかな。やる気ってそういうところしか見せないから、何のためにみんながブレイキングダウンにこう応募してきてくれて、この場でオーディションやって、あの時言った言葉をみんな本当思い出してほしい。で、現にブレイキングダウンって多分みんなの人生多分ちょっと変わったと思う。街中歩いてたら声かけるようになったりとか、頑張ってくださいとか多分言われるようになったと思うし、ハーフで幼い頃にいじめられてて、でそういう人たちに何か力を与えたりとかいうのがブレイキングダウンに出てきたって。でそれを見てる人たちが、じゃあメーカーがこう遅刻してきたのを見たら、あ、なんでこれでもいいのかって思っちゃう。そういう人たちの思いまで背負ってることを忘れないでほしい。ブレイキングダウンに出て俺は変わったんだっていうのを見せていってほしい。で、喧嘩自慢だけど向こうも練習してくると思うし、やっぱ練習してるやつの方が強いから、だから俺は練習してほしい。だから月きれいでは見れないけど、多分自分の練習できる環境があると思うから、試合までに練習して、なんだろう、悔いを残さないで大阪戦を迎えてほしい。だから試合前日に酒を飲んでくるとか、そういうのが今回なしにしよう。どうですか、試合が。もう2日目でやばいっす。余裕っす。余裕っす。まず昨日飲みすぎたっす。やばい、朝までテキーラガンガンっす。うわなんだよ、練習に喧嘩しまうんだぞ、こっちはバカ野郎。あ、もう止め、もうベストコンディション、もう負けて言い訳できない。もう俺は負けたら実力で負けたんだ、もう酒のせいとかできないようなベストコンディションを作って試合に臨んでほしい。できる。よし、できます。できるよ、めっちゃ。一番心配というか、まあ、見てて。なんか約束しようよ。で、試合の1週間は避けるとか。できる。できる。できる。多分、ね、お客さんも理解してくれると思うし。試合がある。もう自分だけここで勝ったら本当にみんなもっと変わるから変えたいでしょ。そのためにやっぱみんなで一致団結しないとダメだと思うから、誰か一人が足引っ張ったらみんなが損するわけで、でみんなが勝ったらやっぱみんなが上に行けるから、だから試合の1週間はもう酒抜こう。ベストコンディションで言い訳できない体を作って試合に臨みましょう。みんなも気合い入れて、はい、始めましょう、はいはい。今日の練習で気合入ったと思うから、いけるっしょ。いけます。はい、絶対勝とうぜ。はい、はいはい、さっき山さんが言ったことをかぶっちゃうんですけど、せっかくやるんだったら応援されるチームみんなで目指したいな。もうここがあったら日本一の不良集団ですよ。せっかくね、こういう表舞台で戦うんだったら応援してもらいたいんで、
こいつらかっこいいなってやっぱ言われるチーム目指したいんで、また、ここからね、次日本一目指してちょっと頑張りましょう。おっす。おっす。じゃあちょっと俺この後予定があって行かないといけないから、ちょっとあとは鳥沢君に託すんで、じゃあお疲れです。お疲れ様でした。頑張りましょう。ありがとうございます。おっす。で今